昨日の雨もまた幻想的でございましたが、今日のこの日差しで、いつもよりまたキラキラと綺麗に輝いております。本日この6名のダンサーと1名のおかっぱ頭でお送りしたいと思います。ショーが始まりましたらですね、ぜひ皆さん、ノリのいい曲では手拍子や、大きな技ですね、何かこう例えば男性が女性を抱えて回すとかですね、火を吹くとか、だからそういった大技決まった時はぜひ大きな拍手をいただければ、ダンサーもいつもよりもこう張り切ってますます踊れるんじゃないかと思います。さあ間もなく始まります。本日1回目のショーでございます。さあ期待が上がっておりますね。さあダンサーも集中しておりますね。本日の意気込みなどじゃあ聞いてみたいと思います。いかがでしょうか。頑張ります出ましたね。これは頑張っちゃうと思いますよ。いつもよりぐん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 回すんではないでしょうか。火もいつもより大きな火がバッといくかもしれないですね。さああと 2,3 分といったところでしょうか。お近くお通りのお客様ぜひ、中に入りご覧いただければと思います。いつもより綺麗に光っております。この金粉の調合の仕方を見てもですね、今日のみんなの気合の入り方が分かりますね。いつもよりキラキラしております。いかがでしょうか。あと2分といったところですね。そばお通りのお客様ぜひ中へ入り大楽な館金粉ショーをご覧いただければと思います。このお祭りの名物と自分たちと言うのも恥ずかしいですが、まあ名物金粉ショーでございます。まもなく始まります。中にお入りになりぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。大きな手拍子や拍手でショーを盛り上げていただければと思います。ダンサーの気合も入ってまいりました。まもなく始まるかと思います。外お歩きの皆様ぜひ中にお入りになり大楽な館金粉ショーをご覧いただければと思います。なかなかやっているグループも少なくなってまいりました。大楽な館ではですね、もう50年以上ですね金粉ショーを続けております。面々と受け継がれてきた振りや、技ですね、そういったものにですね、こう現代的に演出や振り付けを新たに作ってですね、毎年毎年少しずつ進化させながら今の形のショーになっております。ご覧いただければと思います。さあそれ